きました。じゃあ紅白戦自体はプリキュアチームの勝ちらしいんですけど、あと元くんとジャーさんがバンビ側のチームに入ってくると。さあ、時間はこのままあと2人殺してしまうのか。前方戦がよりすぐれ、エメラルガードして、まずはシャンシー、これファーストヒットとなるジャンプシーカウンターでかいジャゴンで暴れて、オプションの2D へ NB ガード、エビ寄りが通ってしまう、画面足まり込むように、ブルカフェを決めて、シャンシーから追い罠、ジャンシーディーガード、ジャンシーディーガード、A、C、C、NB 出る前に、シャンシーの差し返し、ジャンベイ9対9、ジャンシーディーガード。闇払い当たる、闇払い、闇払い大きい、シャンプー使う、分身空振るように分身を使う、ジャンプシーンにガーキャンをします。闇払いには引っかからない、時間をだいぶ使っておりますが、直感の方のライフがじりじりと減ってまいりました。ガーキャン 3D、 闇払い、おーっとこれは前線がうまく、闇払いを超えてからのワンコンボ、ダイモン削れ、さあダイモン削る、削るがかなり押せ押せ、画面足を消化立ちになりまして、ゲージが間もなく2本になろうというところ、2本になりました。シャーミー2つのシャーミー B、 シャーミー B、 試合ダイモン同キャラ、さあお互いゲージは2本、ダイモン2、ジャンピーを出て、はい、打ち、エンビー、エンビー、後転、エンビーに切らないように、ダメガード、ガッシーがガードして、キチン、さあ、きれいに、きれいにダメージを取っていく、初期、さあ、しかし、画面はじわじわと元側が寄せてきました、まもなく画面足、エンビー。残り時間も10秒というところ、 NB の、おお、ここで波を通す、まあ時代爆発としても死にには至らないでしょうけれども、ここでライフリード、大きくリード、さあリーチをかける初期、ブラックリスに対してゲージが3本、ライフは5割ある、波が通る、この地面当たってしまう、土を噛む、土を噛むまで入って大勝負、裏やしろ、裏クリス、裏やしろ側のゲージがなくなるとジャンプリーチになりますよ、ゲージはたっぷり4本、ガーキャンで切り返して、シャムシーダッシュを止めていく、シャムシージャンプ D が機能をして、しゃがみゲームの突進を見せて投げられたくないよという意表示、ジャンプシーに、おーっとここで何が通る、さあライフ残り4割、しかし投げも通って BNB、 ジャンプ D がヒット、 B にもヒット、さあしかしリップは減らすと初期下がっていく、あれ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 、今のは何なんすかね。さあ大事な大事な、え、大事な大事な大将戦、ジャバーまあチブルにちょい当てたいんでしょうね、まあ全部合わせれますからね、チブルちょいちゃん大門やキノーマンチュアと言い訳できないぐらいの、まあ有利相性ですよね、まあ勝つんでしょうね、きっとこんだけキャラ合わせてるんだからね。さあ頑張れ初期さん、分身分身、ウキよりはゲージの回転量は悪いけれども、先端は出て画面端に追い込めばもう終わるとされるこの前方戦、1本作ったのはちょい
今のはよく分かりませんけれども、なんか手が滑ったとかそういうあれでしょうか。ガーキャンゲージを吐き出しました。しゃがみに遠慮ね、ウッキーでまた溜め始めます。さあ分身2度目は突然するとウッキーが戻ってしまうものもしっかり昇竜。ライフリードは初期。さあ有利キャラのちょい何もできていない。ウッキーウッキーウッキーゲージを溜めるだけの作業。まあ3本溜めて死ねればおのしか残り10秒切ってきますので、ライフの回復量も下ろして、おしかもゲージをかわした。これ大きい。走り込んで最後に狙うは小足からの砲撃です。小足が通らないために中途半端に勝利を食らってしまう。さあチャンチグル、これもまあチャンが割とでかいのいくつか当てればチグル側が折れるとされてますけれども、画面足に行ってしまいました。さあ早いしゃがみシーンが漏れる。よし粉砕撃しっかりガードが間に合うジャンプDにガギャン。しゃがみ右へ小足からワンコンボ、あとはもう D コフルくらいしかやることがないけれども、ガギャンの D コフル。あーでもショックパン早いっすね、マジでショックパン連打マジで早いっすね。ガーギャン髪足走り込んで令和ガチャ、しかし初期のレバガチャは早いので逃げてしまう。シリアバレシリアバレ、ガーギャン準備屈伸して BBNBNC。 さあ落ち着いて粉砕、おーこれがでかいと。レバガチャしかし初期のコプリは早いので外れてしまう。まあ常人ならもう死んでたかもしれないですね。2投げ3回入りましたね。あーっとっとっと、フラが出る前に粉砕撃。まあ分からなくなりました。ここからはジャーさんもまあ得意としてるでしょう。チャンダイモまあでもあと54秒今の状況と思えばショットの勝ちなんでね。果たしてチャンハワがダイモンを崩すことができるか、これともショットさんが前に出てしまうのか。ジャンプシーンにかかってしまってすでに1割取られてしまう。さあ俺はこうするだけでもいいんだけど、しゃがみガードを固める初期。ジャンシーディが通って画面足。さあまずい状況、得意げに大回転を決める。あごめんなさい、大回転ですね。そして画面足しゃがみシーディができてしまう。あれは一体何なのだ。ジャンシーディ、まあまだ落ち着いてほしい。ガーキャンシーディ、今のにもうガーキャンシーディをして楽になろうっていうのはありだと思うんですけど、ゲージなくなりますけどね。高く高く飛んだためにしゃがみ B が大回転して機能して、残り時間は10秒でマチュアが出てきます。ゲージが4本以上。メシ、さあエボニーを打つ暇を与え込めてもらえるのか。足払いが長い。いくぞ BB、 ゴーデン距離を走れ。 BB 繋がっていない。足払いからエボニー相打ち上との地雷。相打ちでいいよと、俺にはまだ生きてはいるんだよと、強く強く前に出ていく初期。エボニーをガードしていって、しゃがみ A から電池、そして発風筒。勝ったのは初期ファン、おめでとうございます。さあ元がもう一回入ろうと。ジャーさんは自分では勝てないんで、とりあえず元君の空来夢で勝ってくれという感じです。さあ、元空来夢ですね、これが。ダンシーからワンコンボ。さあ面白いように分身が当たる。鬼上げはしっかりガード。エンビー闇払いには付き合わない前転。 BA 分身、青いはない。1段目のみ、3段目が当たりませんでしたね。さあダイモンシグル、分身、分身を高めていく。エンビー追いた昇竜。ああ射撃強すぎる。チャンピーへ、ダガミチしっかり相手を取っていく。歩き足から分身、分身、分身がまだ当たる。ダイモンがノーゲージ、ここで1本溜まりましたが、おそらくガーキャンがなかなかゲージが歩けないか。チリをして、え、元君のレバーじゃかなり速いの、すげえな。おおしゃがみ B が脱出して繋がりますけど、大ごとでやり直しと。
さあ、ダイモンダイモンという形にしましたもの。ジャンビジャンビに降りる、引き合わない、左の絡みに行く、ジャンビに、さあ大将スイス、ジャパンコロコロですよ、待ちますよ、ジャンビジャンビに、うまい丁寧な振り、しかし上方、おー速い、速すぎる、重なったけど、まあでかいダメージにはいかなくて、足上げがうまいもと、こっからのフットプレーは、おお、全然カリミゼードさんの PP からでしたけど、ジャンピー前に、この、払いに出込んで、あれれれれれ、光が、さあ、元ライフがなくなって、ジャパン大将ですよ、大将、さあ2ライフ目、相変わらずキャラを合わせに行く、まあ仮に64だったとしてもね、6のキャラを2回ぶつけるということはさすがに勝てるでしょう。ジャパンドイチズル、ただ、ショッカンも割り切って端に追い込むな、おお、なんかボアブルところにブーシー当たった、画面足、さあ、この端から2秒、これが見切れないので、しゃがみガードいったと、ガーキャンを警戒して、ショッカン待ってましたけどね、やり崩しがないだろうと、しゃがみガード片手に言いました、ジャーパン、さあ、浮きとゲージをプルッていく、ジャンプ、浮きを置いて、浮きをプルッたい、しっかり苦しい、おいしい。さあ、苦手キャラのチブルで、1人目を倒しました、敵チブルちゃん、おお、クラが入るかのように見えたペンタンにジャンプ C が刺さる、さあ、粉砕撃出る前にクラで刺して画面奥に追い込んでいきましたのは初期、さあ、しゃがみ B、パーティーボタンを告知やることがなくなった、勝利を受けて、もう周りには入りませんよと、外から外からしゃがみを打ってて、ここで若く変えるようになりますけれども、ね、ジャンプ C が来た、意外とライフにゆとりがある状態でチャンダイモン、先ほどのジャーさんのチャンの活躍があれば、あるいはこのダイモンを削るところして役が殺せるかもしれない、さあ丁寧に丁寧にジャンプ A にガーキャン CD ゲージを入って、あーガーキャンコーペにゲージを使うと、もったいないかもしれない、しかし画面足の追い込みましたわ、初期、さあ技をガードしないように丁寧に丁寧に貢献とゲージダメを繰り返す、静かな静かな試合となっております、残り25秒、まあ今のは大きくなるでしょうね、わあ、じわりじわりと来ました、ふかし投げ、まだリードしてる、ラスト4秒、あっこれ負けてるでしょ、ジャーパンに笑顔はありませんね、まだ勝ちが確定してないからでしょうか、わあ、裏社頑張る必要が出てきた、ゲージは1本、ジャンプディを丁寧に当てて A、B、 さあゲージを貯める時間が許されるのか、初期側相打ち遠心を振って、おお、ダッシーに、さあ何でも当たるんでしょうよと、まもなくゲージが4万となろうとしているジャー側、ガーギャン CD、 残り時間はもうゲージを貯めながら引っかかってくれればいいなというこの粉砕劇、引き合わない引き合わない、僕がまだいけますよと、しっかりライフを7割残せば、まあちょっともったいないが、ここでノーゲージでマッシュアップやるというこのこの状況、さあこれはタグルが来ましたよと、しゃがみ H をまずは画面足を追い込んできました、逃げられてしまう、モビー A からの2人ライフが入って、ライフは残り3割になりまして、
エボニー、エボニー、エボニーモードに入った時ガードガードガードと全然で弾に効かないですが、おっ、クージーヒット、出し投げ通る、これはさすがのさあ、終わりましたので、そっちな、終わりましょうかあ、じゃあ皆さんに一言いただきましょう。何かあれば。2回もゲームできて楽しかったです。わかりました、ありがとうございます。では、まあ、今日がね何回だかちょっと忘れてしまったので、まあ第何回98.5アクセン超えで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。お疲れ様です。